るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、くるぶしです。ちょうらです。イエーイ、始まった。いつもにも増してテンションがいいですね。来た来た、やっと来たね。さあ、来ました。何しましょう今日。今日はね、ちょっと俺、怒ってることがあるんですよ。一つ珍しい。あの、もう仏のくるぶし様やのに、もう3度までです。もう4度5度言ってるわお前らっていうのは、思うんですけど、チョモララテに対して好感度が高すぎると思うんですよ俺。なんでなんで。この見た目、そしてノリの良さ、女子を優しく包むこの声。声は声で言うたらブッシーの方が優しく包み込む感じしてると思うけど。俺もだって、おばあちゃんにはかっこいいって言われるんですよ。見てください、この差の激しさ。だからちょっとね、今日はクルチョモにはイケメンさとかいらないと思うんで、ちょっとね、チョモちゃんの、質を下げようかと。おお、すげえ。くるぶし思いました。で、今日はその第1弾として、続くのチョモララテ下げる企画続くの。えぐい。その形で完成したらいずれライブその姿でやってもらおうと思ってますんで。じゃあもう、衣装さんや。そうです。で、今日は僕の持ってるですね、洋服の中で、一番ダサいもん、チョモララテに着せてみようじゃないかと。嫌です。ありがとうございます。早い。この間の動画と一緒やろ。チョモちゃん、なんか今日の服は可愛いですけど、これピンクの、これはですね、フルアルバム出した時のツアーティーですね、チョモララテの。あ、自分のアルバムの、そう、 T シャツ I Love CLL。 もうこういうところがもうね、腹立たしいんですよ。ラブラブはパンダね。ラブ、あの、全然動画にもできないですけど、あの、トイレもパンダいますから、本当にね。こういうところがね、女子心をくすぐるからあかんですよ、これ。違う、いただくねん、パンダグッズは。もうほんまにめちゃめちゃいただくんですよ、ちゃんと言ったって。あの、俺だってパンダメイクしてるから、パンダとか言われるんだけど、こんなに好感度はないよ。いや、本当にパンダといえばチョモララテが言ってるでしょ。まずね、なんでこのシャツを俺が持ってるかっていう説明だけさせてほしいんだけど、すごいシャツヒストリーあります。シャツヒストリーが、実は前、僕20歳ぐらいの時にバンドをやってたんですね。初耳。あ、そうか。いや、まあそりゃそうやわな。あの、バンドっていうか、友達のバンドにギターでちょっと参加してたぐらい。しかもギタリスト。そう、ギークストリークスっていうバンドだったんですけど、それの、ボーカル君がですね、俺の誕生日に、古着屋で一番ダサい服を買ってきたと、誕生日に僕にそのトレーナーをくれたんですね。まあそいつはもうめちゃくちゃおしゃれなやつで、そいつがあの声を張るぐらいダサい服、なんで、おしゃれさんがこれはやべえぞ、やべえぞっていう、なんか一瞬はそれおしゃれなんじゃないの。あのね、原宿とかさ、あのなんか代官山とかでもしかしたらそれ着て、ちょっと逆におしゃれになる可能性はあるんだけど、俺はないと思う。あ、そう。やべえ。じゃあこちらになります。でーん。見てください、これ。おばあちゃん、僕の前のバンドの、ヤス君がですね、買ってくれた一番ダサいトレーナー。まあ、花柄だなっていうのもあるんですけど、透明なら大丈夫っぽいけどね。僕は全く着こなせませんでした。ぜひね、今日はこれをチョモララテに着ていただいて。どうでしょう。悪ないと思うけど、ね、本当に、マジで。一回行きましょうか、ほんとね。じゃあシュワッチしていただいて。オッケー。じゃあちょっくらこれ着てまいります。行ってまいります。さあ、さあ、よっしゃ。はい、チョモちゃん来てくれました。
俺が持ってる服の中で一番ダサいトレーナーどうでしょう。俺、うん、あの物を見た時は、うん、まああれ意外と大丈夫じゃないって思ったけどめっちゃダサいな。いや、やばいね。これ首やばい。首のストレスすごいでしょ。このともちゃんさ、結構ほら、いや俺はあのゆるいのが好きでしょ、うん、これはレア映像ですよ。こんなやば、見て、腕これさ、ほらあのギター弾くときとかさ、見えるからいつかこれでさ、ちょっとチョモパラとかさ、あのオーラタクトのライブとかこれでぜひね、やってほしいなって思うんですけどね。これはすごいぞいやー、ほんで熱いこれからどんどんね、チョモララって俺は下げていこうと思うんで、均一になるように仲間割れがひどいなんかダサい服知ってる人はあのぜひあのよかったらコメント欄の方に。そうね何でも着るよこんなもんですか今日はまあじゃあせっかくやからね、うん、ちょっとあの全身舐めを見ていただきましょう。はい、どうぞ。君がいるから僕は弱くよ、どんな場所でも。いや素晴らしい、素晴らしいの一言です。イライラがいろいろどうでした、着てみてどうでしたってなんか、うんうん、言うてたこと分かった最初に、もう、うん、っていうのやっぱその服見てみただけで分からんね、着てみて初めて分かるこれあの今後さ、こうアーシャとか、うん、あのライブで着たり、うん、そういう可能性は、うん、ないよねでもまあ新しいチョモロラーセの一面としてね、あの俺あれなんじゃないかなって。じゃあ今後はあれやね、チョモロラーセの好感度を下げる企画、みんなチョモにこんなんしてほしいとかね、ヨブシさん、チョモさんに今度はこんなの着せてくださいみたいなのがあったらね、もうちょっとこれはもうコメントに書いてもらいましょう。自ら提案してきますよ、皆さん。これあの皆さん、もしダサい服が、お持ちの方や、こんなのダサいの重要みたいな、方いらっしゃいましたら、ぜひ、コメント欄の方に、教えてください。お前らここだけ盛り上がった普段からちゃんとコメントせよ本当だよ今日は、くるぶしの持ってる一番ダサい服をチョモに着せてみたの回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。